やばい。元気いっぱい、愛嬌たっぷりの子供たち。平日に週3回の練習で高いレベルを目指すのは少年サッカーチームエクセデール長崎。小学生およそ100名、中学生およそ40名が所属。小学生チームは去年の秋の新人大会に続き、先月のライオンズクラブ杯でも優勝。スポコンでもその活躍をご紹介しました。しかしチームはもっと高いところを目指しています。嬉しかったです。でもライオンズ杯は市の大会なので、市だけじゃなくて県や全国でももっと強いチームと言われるように頑張りたいです。県トレ戦にも選ばれているエース今井選手も大きな夢に向かって技を磨きます。なんかスカッとして気持ちいいです。バルセロナに入ってスペインリーグで得点王になることです。サッカーを楽しみたいというふうな思いを持っている子たちが集まってくれて、その中でやっぱサッカーを好きになって、勝ちたいとか、そういう、自分たちで意思を持って戦える選手が増えてきたのかなというふうに思います。1対1とかシュート練習とかが好きです。乾選手キックで すごい位置から決めたりするのがかっこいい。仲間と共に強い気持ちで目標に向かいます。